森岡義之と申します。この店は一冊の本を売る本屋というコンセプトで、その本から派生する展覧会を行っています。このビルが建ったのは1929年ですね。なのでここが日本の出版の聖地というふうに考える人もいます。1939年からは日本工房という編集プロダクションがこのビルに入っていました。日本工房は日本とはこんな国ですよという雑誌を作っていました。この店舗の広さは非常に狭くて5坪しかないです。ただその5坪という大きさが一冊の本を紹介するには実はちょうどいいスペースかなというふうにも思っています。空間に合ったような古いものを使いたいなと思ってます。また展示のあり方としては、本が一冊まずあります。二次元の世界を三次元にしたいと思って中身を出す。例えば、お花の本であれば花が出てくる、なので外から見れば一見花屋に見える。古道具の本であれば古道具が出ている。小説であれば生原稿が展示してあったりする。写真集であれば写真が出る。毎週毎週変わっていきます。今週は京都在住の松永京子さん、ブックアーティストの展覧会になっております。夢を記録するためのノートを販売しているからです。夢を記録するっていうのはあまりこうないことだと思うんですけども、そういったこうデジタルの時代にあって、アナログというかちょっと不思議な、身体的体験をしてもらいたいなっていうふうな思いがありまして、壁に貼ってあるのは科学者の夢です。科学者の見た夢を松永さんが、アート作品として、可視化した、そういうものです。夢を表しています。これは和紙ですね。和紙に蜜蝋を塗ってます。ポール・スミスさん来てくださってとても嬉しかったです。非常に印象に残っているのは、自分はウェブサイトもいないし、ウェブ上で販売もしていないんですけれども、それをとても評価してくださりました。そういうあり方が、今後大切になってくるだろうということ。この携帯の書店は今のところ世界で一つなので、この仕事をできるだけ長く続けていきたいというふうに考えてます。